こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、佐世記念経理、最終日、えー、12レース、決勝戦の予想を、えー、行っていきましょう。えー、っと、こちらが概要です。えー、っと、 4分線ではあるんですが、一番積極的に行くのが、新山京平2番車ということで、こちら、まあ、いがとの2社になって、諸橋が追随しなかったのは気になるんですが、それでもですね、えっ、ー、と、いつも通り主導権を取って、えー、後ろをもつれる可能性があるんで、えー押、押し切るのが優勢じゃないかなと。で、まあ、古生の腹積もり次第で、箇所、古生がもしですね、 新山の番手を狙うようでしたら、えー、っと、タイミングを見て井上が一気に仕掛けて、えー、井上仕掛け早かったですからね、準決勝。3連勝なんで、完全優勝を、えー、地元で決める可能性もあります。はいえー、12年生の決勝戦、ご覧の9人ですね。SQS 班が諸橋。 と、定数も一番持ってますね。二番目が故障なんですね。はい。えっ、ー、と、決まり手じゃない、えっ、ー、と、バック回数、ホーム回数、スタート回数の順に並べております。えっ、ー、と、バックは圧倒的、バックもホームは圧倒的に審ですね。で、二番目が山田久典なんですが、えっ、ー、と、山田久典は故障の番手に乗ります。なので、 近いというのは、まあ、故障が引き出し役にならない限り、まあ、それはないと思いますし、まあ、まず、あの、生きないんで、これ事実上の新山の先行一社というところです。で、えー、ホーム回数は坂本が3回で、井上も1万社なので、九州が前に取りそうですね。えー、並びがご覧の4分線で3連打のシーツがすごく割れてますね。 こんなに割れるとは思わなかったんですよね。結構地元井上から売れるか、先行一社の新山が売れるか。ま、あ新山二社ですからね。三社あれば、新山で間違いないと売れてると思うんですけど。あと、ま、あ自在に放てる古書。ま、古書も、準決勝一着なら全然イメージ違ったんですけど、山田に刺されてますからね。ちょっとあの、 判断が難しいところです。まあ、並み見るとご覧の通り、も諸橋が短期選んだんで、2、8の後ろについていくのかな他が三者なんですよね。井上の仕掛けがすごく準決勝早かったですね。ホームからもう仕掛けて一気に出きって、 え、押し切っちゃいましたからね。井上坂本を2社へできって他のラインは何するするようになかった。だから井上がすごく調子いいと思います。ソーダもよく2着まで伸びてきましたよね。こちらもなかなかい坂本も、あの、しっかり追走してゴール前も余裕ありましたからね。決勝戦、ああ、まあ地元なんで刺さんかな。 まあ、しっかりついていくことを、準決勝はしっかりついていけてたんで、ここもついていくことを目標にしたいですね。新山、まあ、悪くないですよね。やっぱり、悪くないっていうレベルですね。伊賀らも、まあ、まずまずいいんじゃないかなと、え、思います。物橋は悪くない。古生はね、やっぱり山田に刺されてるからそんなに、 いいとは思えないんですよね。えー、っと、山田はいいと思います。やっぱりあれ、まあ最も,も踏み出しにちょっと難がありそうなんで、古椒がダッシュした時には離れてしまったんですね。一瞬準決勝。そこから追いついて最後刺したのは見事だったんですが、古椒が仕掛けた時にちゃんとついていけるか。結構、諸橋とか、カシノとか、 まあ、カシノは近畿の後ろにいるのか、えー、っと、そうだ、ん、とか割り込みにしそうな選手もいますからね。カシノはそれほど良くないなと感じました。ちょっと勝ち切るまでは難しいなと。よっぽど展開が持つ影響がない限りは厳しいんじゃないかなと思います。えー、ジュニアエースの二車単見るとすごくばらけてるんですよね。 このばらけ方は、本当悩みますね。えっ、ー、と、一番人気でも10倍超えてますからね。えっ、ー、と、94の14.8倍かな一番人気は。次が28の16.7倍です,ですね。あと、まあ、新山も井上も、まあ、古生も結構ばらけて売れているっていうのがポイントですね。まあ、山田もそうですよね。 山田が思ったより売れている。準決勝を指してるっていうのは大きいんじゃないかなと思います。まあ、オッズ作戦加工しようにも、点数がどうしても多くなりがちですよね。視点が多くなっちゃうんで。ただ、 えっと、個人的には、あのー、故障は多少割引きたいな、と思っております。では、展開見たときに、どうなのかというと、先ほど申し上げた通り、もう先手を取れるのは新山じゃないかなと。で、後ろは五十嵐なんで、まあ、仮に諸橋が番手だったとしても、まあ、新山は後ろを気遣う必要はないですからね。まあ、 一応五十嵐がついていく程度にできれば後ろをもつれてくれた方がありがたいでその辺のペースにかけながらっていう流れになるんじゃないかなと思います井上が昨日は、まあ、ホームからダッシュしたんで新山もこの辺を多少でも意識するんじゃないかなと思いますね甘いチンタラ流してると井上にかまされるっていう可能性はあります まあ、短期で来たらそこバ番手にはまればいいだけなんですが、多少ひょっとしたらペースが上がるんで、そこで、まあ、もつれた時などにどうなるか。あっさり故障に取られたらさすがの故障もかわしますからね。 流しすぎると井上のかましが飛んでくる。というわけで、まあ、故障はなるべく後ろにしたくないとは思いますし、もし後ろになってしまったとしても、かなり、あの、いがなしの抵抗で足使わせたいとこですよね。まあ、どちらにしてもやっぱり、えっと、競輪の鉄則っていうのは、えっと、徹底先行型が一人なのか、 二人いるのか。えっ、ー、と、まあ、三人いるとまた話は変わってきて分かりにくくなるんですが、基本はこの二つなんでえ、今回の場合は、まあ、グランプリなんかもそうなんですけど、徹底選考が新山だけなんでえ、ここはもう鉄則に、えー、っと、鉄則通り、二社っていう不安はあるんですけど、新山から行きます。 えっと、そしてですね、ある程度のペースでかけるとしたら、本当に古書は番手、足使ってまでも番手欲しいのか、あの、最悪、伊賀氏を抵抗があると、伊賀氏もそんな横強いタイプじゃないんですが、埋もれてしまう危険性はある。で、諸橋が、あの、この伊賀氏の後ろ追走しているとは限らないんで、3番手ならいいやって思う可能性もあるんですよね。 やっぱり調子が今一歩だけに足はあんまり使いたくないところです。でも、あの、前々に行かないとっていう意識は働くと思う。なので、そうなった時にペースで、新山が、えー、っと、五十嵐が、晒しでかけた時に、五十嵐を刺し目もあるんじゃないかなと思っております。あとは、胡椒がどうように仕掛けるかですよね。まくり追い込み気味かな。 まあ、バック3から参考なあたりで仕掛ける流れなのかなと思っております。その場合、新、まあ、山が、えー、当然スピードに乗ってるんで、ちょっと、故障のまくりは厳しく、逆に一瞬のスピードに乗れた山田の突っ込みの方があるんじゃないかなと思います。あとは、あの、 諸橋が3番手追走した場合、コースをつく可能性はありますね。まあ、諸橋そんな調子良くないと思うんで、2着までかなと思うんですけど、個人的には五十嵐期待したいですね。今回チャンスだと思うんですね。なんで、もつえなければ五十嵐チャンスなのかなと。で、番手取り切れば、まあ、番手なら足をつかずに番手取れば刺し目もあるかなという程度ですね。 で、えっ、ー、と、井上はやっぱり、もしすんなりだった場合、後方に置かれちゃいますんで、ちょっと厳しいのかなと。えっ、ー、と、故障がまくっていても壁なる、えっ、ー、と、そこで不発だったら壁なっちゃう危険性ありますからね。まあ、早めに仕掛けていくとしても、診断がスピード乗ったら躊躇しちゃいますでしょうし、 まあ、番手がもつれ続けるかどうかっていうとこですよね。まあ、もつれればこれです。やっぱり地元、井上、地元、校長ですし、仕掛けも、準決勝早かった。やっぱり、そして何人をしろ、地元っていうのがありますからね。ここは、あのー、そういう、 力が働く可能性もあるということで、えー、っと、まあ、仕上げてきてるんで、新山がペースでかけても、ひょっとしたら、まあ、もつれること前提ですけど、一気にダッシュして、その場合、坂本がついていけるかというのがちょっと疑問符なんですよね。で、離れながら、坂本が井上を追走したら、最後、あの、相談も調子いいんで、 しもあるんじゃなないいかなと思います、まあ、どちらにしても、胡椒が動き次第で、山田も、胡椒は番手ゼリー、この井上の頭の場合っていうのは番手ゼリーになる場合なんで、そうなると胡椒も結構,結構頭つけあ、頭じゃない、えーっと、足を使うんで、胡椒よりは山田の方に妙味があるんじゃないかなと。 思っております。どちらにしましても、ちょっと故障は割り引いて、えー、っと、新、展開の新、新段か、まあ、あの、もつれた、番手がもつれた場合の井上か、という、あの、二方面でいきたいと思います。はい、えー、以上。 佐世保記念経輪決勝戦の予想をお送りいたしましたえ。チャンネル登録、高評価などよろしくお願いします、はい。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されますので、えお時間がありましたら見ていただければ嬉しく思います。えゲーム動画とかですね、えー、いろいろやっておりますので、よろしければそちらの動画を見ていただければ嬉しく思います。 えっと、そしてですね、えっ、ー、と、グランプリなんですが、私、えー、おそらく、えっ、ー、と、佐世保記念やったばっかりなんですけど、えー、西九州、えー、佐賀県と、えー、長崎県に行くと思います。で、グランプリ当日は、えっ、ー、と、おそらく佐世保の場外で見ると思いますんで、えー、予想をどうするかですよね。 まあ、ひとまず、うん、また、もしかしたらネットカフェに泊まるかもしれないんで、予想も、お音声では流せないかもしれない。えっ、ー、と、画像だけになるかもしれません。まあ、もしかしたら、あの、ほ通信などを都合で放映できない可能性もありますが、えー、ご容赦ください。どちらにしましても、えっ、ー、と、グランプリも、えっ、ー、と、あ 程度と言いますと、私は脇本本命です。ああ、脇本じゃ、ないか、三谷かな。ほまあ、ちょっと、あの、脇本にするか三谷にするか、どちらにしても近畿の画像は崩せないと思うんで、えー、考えて予想したいと思います。はい。えー、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。